男戦え予備組の高橋和也さんが、現在報じられている、ジャニーズ事務所のいわゆる、性加害、問題について、名古屋で行われたライブ会場でコメントしました。発言があったのは、男戦え予備組、2023THELSPLIVE 愛知、名古屋国際会議場センチュリーホールの公演内、メンバーの高橋和也さんは、ステージで、コンジャニーズ事務所が、変なことになっているが、俺たちは昔ジャニーズだったことに誇りを持っている。俺たちの名前、男戦え予備組、をくれたのもジャニーズだ、なことを、たちがいるけど、それで傷ついている、感もいる。俺たちはこれからもジャニーズを応援するし、皆にも応援してほしい、と、ファンに思いを伝えました。同ライブは4月28日の大阪フェスティバルホール公演を皮切りに開催されている全国ツアーで、約1時間半にわたって、ヒット曲、TIME、ZONE、DAYBREAK、秋、など、全14曲が披露。アンコール中には、メンバーによるサプライズで、夜空の向こう、が披露され、なんと会場には以前から男戦え予備組を慕う中井正広さんが来場しており、メンバーが中井さんを紹介すると、会場は驚きと喜びの歓声に包まれたということです。ネットの声、所属タレントの中では、売れるためには、我慢しなければいけない、儀式、みたいになっていたと思われます。確かにうまくデビューでき、地位の名誉も手に入れたのなら、感謝しかないでしょう。ただ、儀式、がないのが普通なのです。性加害とは別のことと考えないと解明は進まないし、問題解決にも至らないと考えます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。